皆さんおはようございます。マーティンダーメイクは金田です。村のことさんどんどん言います。宮間の中の山桃もこれすごい桃です。門に梨の木を植えるのはこれです。日陰の梨はですね、まずいんです、実は。はい。梨尻かき頭、あと、梨はなり口も聞いたことあります。茨を植えて無道は取れぬ。これね、海の次はなすびならぬと同じことわざです。はい。あ、実はポートガルでもあります。葡萄園と娘は監視することなんし、これ厳重注意ですね。泥棒入ってきたら怖いです。はい。甘栗ひがき、はい。モズの初音に栗が塩味始める。はい。悲願のわせ栗、わせあけびは新潟です。あけびが取れるんです。はい。あけびでーす。はい。栗の伊賀で育ち、はい。栗より伊賀が怖い、怖いですね。栗虫のよう、はい。虫ですね、はい。柿七徳、柿根性、よくありますよね。あと、どうにもならぬ瀬戸の鍵の木、はい。瀬戸の花嫁じゃないです。はい。牡蠣の木から落ちると3年しか生きられない。これね、難しいです。放年鍵に毛がちぐり、はい。牡蠣の石器は春分、あと10日ですね、はい。桜切るバカ牡蠣おらぬバカ。これバカ、一茂さんみたいですね。牡蠣の枝折ったら本当大変ですね、はい。牡蠣の木畑に柳田、はい、聞いたじゃないです、はい。柳が生えるんです、はい。渋柿の長持ち。よくありますね、はい。牡蠣は三月半米は鹿児島です、はい。牡蠣の菌であっても小さな菌も鹿児島です。はい。牡蠣の皮でも干しておけ。はい。あとは、いちじくバージョン。屋敷にいちじくを植えるの。はい。いちじくは腹薬。はい。効果あるね。みかんの作りは潮風の当たるところが良い。こういう旬なものです。みかんは花見てこうやせ。ゆずの木は孫の代にならねば実がならぬ。はい。ゆずの元なりは福島です。はい。ゆずの木裸、ゆずの木のに逆立ちとも言うんです。はい。アメビワヒウメ、はい。これ天候ですね。はい。桃火山、ブイチジク三六、これ難しい言葉です。はい。2月の社日が石器の旬。社日は3月に20日のことを言うんです。はい。根ほど葉広がる。はい。枝元より大なれば必ず開く。はい。花多ければ未熟なし、はい。あとは実を見て木を知れ、木を見て恥を知れとは全然違いますね、はい。以上です。バイバイ。